こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日はチートデイ今すぐやめろについてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、チートデイ今すぐやめろという題名なんですけれども、やめろとは言ったものの、チートデイっていうのは結構まあ皆さん耳にする言葉になってきてると思います。ただこのチートデイを正しく理解せずに見真似で実施してしまうと、逆に体脂肪がついてしまったり、ダイエット減量がうまくいかなかったりっていうことにもつながりますので、まあ、今回はそのチートデイについて私が思う考えをお話しさせていただきたいと思います。まずですね、このチートデイっていう意味なんですけれども、騙すとかズルをするというような、まあ、意味合いがある言葉になります。でよくダイエット、減量時に使われるこうテクニックの一つなんですけれども、こうチートデイの目的は代謝の向上とストレスの発散、この2つで用いられることが多いのがこのチートデイなんですけれども、これはですね、まあ、ダイエット減量を続けていくと、まあ、消費カロリーよりも摂取カロリーを落としていって体脂肪を落としていくんですけれども、まあ、これがですねずっと続けていくと、まあ、消費量がこの摂取に、まあ、慣れてくると。これはまあ人間の体の甲状腺ホルモン、ホメオスタシスの機能によって、体のまあ生命機能の一つなんですけれども、私なりの見解なんですけれども、このチートデイに正しい方法っていうのはないと考えています。これはどういうことかというと、科学的にまあしっかり証明されているものではないということと、その方一人一人の筋トレの目的であったり、ストレスの感じ方であったりですね、代謝機能、このあたりですね、現状の背景が、まあ、大きく違うというところにあります。ということで、実際に、数値的に、まあ、測れないっていうのが、まあ、私の考えなんですけれども、まあ、さらにですね、このチートデイをいつのタイミングで何をどれくらいですね食べるかっていうことも、これも大きく違ってきます。具体的に言うと、まあ、約1週間に1回とか10日に1回とかですね、まあそういう言われ方をします。じゃあ実際に食べるものによっても、まあ、その日1日好きなものを好きなだけ食べるフルチートっていうんですけど、まあ、そういう、チートなのか、その他1食だけ好きなものを食べるという方法なのか、まあ、さらに限られた栄養素、糖質や脂質を、まあ、普段よりも多く食べる、こういった方法でも様々あるので、これがですね何がこう自分に合って正しいかっていうところ、またそれを実施して体の反応がどういう風になったかっていうのは本当に人それぞれになるので、この停滞を打破する魔法のテクニックの、まあ、一つとして、まあ、チートデイを用いるっていうことは私なりにはお勧めできません。しかしですね、私自身もこのチートデイっていうのは用いています。まあ、私の場合、このチートデイの目的はですね、筋グリコーゲン、エネルギーを、まあ、しっかり取り入れるという意味で、チートデイを入れるんですけれども、具体的に説明すると、減量をしていく上でですね、摂取カロリーを抑えて、まあ、2、3ヶ月減量していくわけなんですけれども、この期間が長いと筋肉への栄養素も、まあ、最小限で、まあ、十分に足りていない状態になるわけなんですけれども、この時にですね、どうしても体の倦怠感、疲労感とかですね、そういったことを感じる時があります。まあ、さらに、トレーニングの強度が下がりそうになる時、今までこう上がっていた重量がちょっと苦しくなってきたりとかですね、またこうパンプ感っていうトレーニングをした時に筋肉が張る感覚、最近はですね体温を測る癖もついたので、まあ、そういう風に平熱がちょっと下がってる、0.12 度ぐらいなんか最近下がってるなという時、まあ、そういう風な体の時ってエネルギー不足を非常に感じることがあるので、まあ、そういうタイミングで、しっかりエネルギーを入れるという意味合いでチートデイとして取り入れるようにしています。どういうものを食べてるかっていうと、まあ、私の場合は
そのタイミングの時々なんですけれども、まあ、例えばじゃあ家族で外食に行くっていうタイミングがそこに来たら、まあ、焼肉を食べに行ってお肉をもう、いっぱい食べるとかですね、まあ、そういう時は普段摂取していない油をですね、摂取する形になると思うんですけれども、また別でですね、じゃあお寿司を食べに行くっていう時もあるんですけど、まあ、そういう時は、まあ、普段よりも糖質量を、まあ、たくさん摂取するという流れになるんですけれども、これはですねその時々で違います。ただし自分なりのルールとして決めてることがあって、まず食べた分だけ体重は増えるという意識を持つということです。1日ですね1食バッとお腹いっぱい食べても、私の場合2キロぐらいは次の日体重が増えてるんですよ。でこれを戻していくためにはやっぱり 2,3 日かかります。でここで体重が更新するかどうかはわからないんですけれども、もしかすると別に食べなくてもここで体重が減ってた可能性があると。そうするとこの期間は大会という締め切りから比べたら、まあ、ロスするわけなんですけど、まあ、それをしっかり計画に入れて、まあチートデイを実施するっていうことになります。あともう一つ、食べた後はしっかりトレーニングを行うことなんですけれども、まあ、せっかくですね普段食べないエネルギーを入れて、まあ、筋肉を回復させるっていうふうに、まあ、するんで、まあ、その次の日であったり、その次の次の日ぐらいもエネルギーがすごく溜まっている状態っていうのを感じますので、トレーニングをしっかりするっていうふうに決めてます。ということで、コンテスト以外でも私自身は普段ダイエットとしてですね、体型をまあ維持する、体脂肪があまりつかないように、まあ、食事を意識してはいますので、そういった意味でもいつも好きなものを好きなだけ食べるっていう生活はあまりしていません。ですので、まあ、そういった意味で私の場合は、まあ、週に1回ぐらいはですね、もうお腹いっぱい食べても体重っていうのはある程度維持できるというふうに、まあ、自分の中では分かっていますので、ご自身が目標とする体型、まあ、維持できるカロリーとか、まあ、そういったものでも大きく変わってくると思います。まあ、一番は、まあ、ストレス発散っていうふうな目的として用いられることが多いんですけれども、まあ、まさにストレス発散で、食べるというふうなことが多いです。もうこれは食べるっていうことが、まあ、何より私にとっては楽しみなので、まあ、その食べるために日々トレーニングして食事管理をしているんですけれども、たまにですね普段食べないものをしっかり食べるっていう日を入れて、エネルギーを回復させてトレーニングを頑張るというふうな形でチートデイを使っていますので、あくまでも目的によって実施していただくっていうことが大切になってくると思いますので、皆さんも長期間減量やダイエットされている方はストレスをためるっていうこともよくありませんので、たまにはですね好きなものを食べるっていう形でチートデイを、まあ、うまく取り入れていただくこともおすすめします。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの公式サイトでも新商品やお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。